ちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、精神の安定をもたらす効果があるとされるそのアメジストについてちょっと話したいと思います。うちにアメジストのブレスレットとね、あとピアスなんですけど、パワーストーン効果っていうんですかね、についてちょっとお話したいと思います。紫ってどっちかというと赤と青を混ざったような色ですよね。その赤っていうのは情熱の赤で、積極性の意味あると思うんですよね。それと青っていうのは非常に冷静な沈着冷静っていうかな、そういう色合い、色にするとそういう、例えがあるそうです。その両方が兼ね備えたそういう石であるっていうことで、そういう効果があるんじゃないかと、そのように言い伝えられております。一応ね、こういう、うちの場合ね、こういうブレスですね。その高いものですね、アメジスト。2月の誕生石でもあるんですけど、こういう、5つのポイントになって、ちょっと色の、こっちちょっとね、磁器の玉と、アメジストがこうね、入った玉。半期石ですから、そんな高い石じゃないんですよね、もともとね。これ、ピアスですね。このアメリカン式のピアスになってますけど。こういう、効能っていうかね、パワーストーン効果あるんで、こういうのを一つ、身につけることによってまた気分的なものも確かにあるかもしれませんけど、それでもね、それ効果あると思って、身につければまたそれも良しとして、本当によろしいんじゃないでしょうか。非常にね、いずれにしましてもこういうパワーストーンというのも素晴らしいものじゃないかなと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。